シネルトラップあるんですが、実験台になりませんか？いいよ。いいよって言ったけど何するんだろうな。なんだっけ、ベルさん、パン欲しいんですがっていう時もさ、マイクらないの。パンもらってていいですかとかもさ、全部、いいよって。ベルさん、家が壊れちゃったんです。いいよ。ベルさん、物盗みたいんですが、いいよ。何でもいいよって。許してくれる。いいよって。お姉ちゃん、リツキお姉ちゃんにも怒られたことない。お姉ちゃん、これしたいんだけど、いいよ。お姉ちゃん、これね、盗みに行ってもいいかな。いいよ。お姉ちゃん、これさ、いいよ。ベルさんとお姉ちゃんに甘やかされている。おばんです。かかるか。全留守したので何かください。あ、サムネ取りに来たついでだし、いいよ。何くれるんだろう、いいおじさん。何でもいいよが一番でもあれだよね、困るよね。ベルちゃんはね、めちゃくちゃ天然なんだよな。いや、まともなん、めちゃくちゃまともなんだけど、めちゃくちゃ天然だから、たまに心配になるよ。なんか、あなたのお金で使われる命があるんですって言いながら、でかい壺を差し出されたらさ、ああ、いいよ。じゃあ、買っとこうか。みたいなこと言って、ああ、じゃあ2個買っとくね。みたいなこと言って、怪しげな壺を2個買ってしまうぐらいの、あゆさがベルちゃんにはあるから、いいよしちゃう可能性が高いからね。いや、ベルさん、本当にご自身ってか、みんなも言ってるけど、あの、いいねボットと言いますか、本当に何でも、いいよ。オーケーって言ってくれるのよ。このいいよは全部どこまでのいいよなんだって思って。早くて4時間、長ければ10時間かかります。全部やるのは厳しいですよねみたいな。そしたら、全然いいよ、全部やろうってなったの。あの、耐久だからさ、次の日仕事が休みの日じゃなきゃダメで、ちょっとあの土日になっちゃうんですけど、どうですかって言ったら、全然、いいよって、夜ならいいよって。もうね、神様よ。ペルさんってなんだろう、何でもいいよって言ってくださるイメージがあるんですよ、私。ベルさんでも断ったことってあるんですか？あるよ、全然。本当？まあ、大抵断るのアンジュとかそういう時あったりする。好き嫌いな曲を決めつつ、あとマイクロでベルワン小説書きます、許してくださいっていう、なんか追伸みたいな感じで一言添えた後に OK って書いてきてる。いや OK じゃないんよ。いやでもさ、直近さ、なんかちょこちょこさ、ベルさんにさ、こういうコラボしませんかってちょこちょこ送ってたんやけどさ、まあ言うだけ言って日程とか決めれてなくて進んでないんだけど、何言ってもいいよって送ってくるのマジで不安になるんだよね。本当にいいのねみたいな。私不安になるわ、ベルさんのこと。ちゃんと嫌な時嫌って言えるのかな。お母さんみたいな気持ちになる。なんか何言ってもいいよとかやろうとかなんだよね。もう本当に怖いわ。だよって。でも嫌いじゃないでしょ。ん？アンジュさん。何が？嫌うほどではないよ、確かに。で、3D で一方的にあの連絡を受けて、あったあったあった、いいよ、そう、半分で返してるけど、あれ確認してないでしょ、前本さんが内容ほとんど。いや、内容確認したよ。本当ですか？なんか 3D の配信で前本さんの胸でかけしたいんですけど、いいですかだけ送って、うん、送ってきた。まあ詳細聞かれるかなと思ったら、いいよって言われて、いいのっていう。いいよ。だいぶあの胸でかくしようみたいな話になって、誰にしようかなってなって、男の人いけますかって聞いたら、いけますって言われたから、あ、じゃあ前本さんでって。5つぐらい作ります？いいよ、作りましょうか。うん、じゃあお嬢の分も考えて。お嬢って映っちゃったな。りょうさんの分も映っ、いいよって。なんで、なんで、なんでマルトさんがいいよなんだ。うん、いいよ。怖いよ、なんでいいよなんだ。誰誰、なんだ。特に理由ないけど、特に理由なく、何がいいよなんだ。特に理由なく。なんで前本さんを呼んだかについてなんですけれど、はい、
とアトリエステっていうボーカロイドのその冬っぽい曲を歌いたかったの。でもハイとアトリエステってもう本当にもう男性と女性のもうイチャイチャなお歌って感じなのよ、もう言っちゃえば。でも私どうしてもこれやりたかったの、歌いたかったの。クリスマス一色で染めたかったからさ、お歌も。そうで、誰がいいかな、男女デュエットクリスマスに、怖いな、どうしよう、いや前本先輩ならいけるかもしれないっていう。もうね、希望をね、一流の希望をかけて前本先輩にもうダメ元で聞いたの。前本先輩お疲れ様です、クリスマスに実はこうこうこういうことをしたいんですけれど、もしかしたら炎上とまではいかないかもしれませんけれど、何か言われるかもしれません。それでも、それでもしよろしかったら一緒に踊ってくれませんか、歌ってくれませんか。もう結構丁寧に送ったんですよ。そしたら、いいよって。でも今こうやって聞いてる分には仲良さそう。うん。嬉しい。いや全然普通仲いいよね、うん。盛り上がっちゃいましたね。確かに。何で喋ってたんだろう。気になるわ。なんか。じゃあ前本先輩今度一緒にお話ししましょうよ。いいよ。いいよ。ほらまたじゃあやさぐれてるから何でもいいよになってくれるんだよ。そうなんだ、何でもいいよ。いいんだ、今のうちなんか言っとき。じゃあ前本先輩、あの私ども一緒になんかコラボしましょう。いいよ。ゲッチ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 。ちなみになんか焼肉をごってとか言っても多分いいよ。本当ですか。ご飯とかもいいんですか。そんなちょっと行ってみ、ちょっと行ってみ。じゃあ前本先輩、あのレインパターソン美味しいもの食べたいな。これいいよ。またじゃあ、はい、これが3年だよ。3年の先輩かっけー。だからね、3人にもなるとね、3年だよ、何でもいいよって言えるようになるんだよね。すげー。こちらもそうだ。今回のミックスアップなんてな、まだな、あの司会者も何も決まってない時にな、私だけが脳死いいねしてしまってな、あれ誰も参加しないってなって恥ずかしい思いをしたのは誰だ。私だ。この後あれやん、チャイちゃんの、まあ、ぶっ飛ばすならチャイちゃんやなと思って、ド派手に行こうぜみたいな感じで爆破やったりさ、見た目超派手に行きたかったっちゃん。目標は花畑チャイか、いっけーん。もうチャイちゃんにすぐこういう音声が欲しいんですけれどもみたいな連絡したら、いいよ。チャイカのお茶いかが、それチャイカ、どうも花畑ちゃんかです。よろしくお願いします。ね、で、あの、説明するんですけど、はい、お願いします。なんで呼ばれたのかなってずっと思ってて、あの別に言わないんですよ私は。ガシャリをね、はい、そうですね、うん、そうで得意でもないし、でもなぜかあのね、リスキン TV にね、あの審査員にお願いしますって言われたから、あ、いいよってね、何も考えずに。そう、めっちゃ早かったね、めっちゃ早かったね、返事が。そうですね、まあ、この100をやるにあたって、誰を審査員にしようっていうことでね、リツキさんにご相談を受けたときに、私がですね、チャイカさん、呼びやすいよって。そうそうそう。チャイちゃん、ね、いいよしか言わないとかじゃ。違う。何が悪いんだよ。してくれる花畑。いや、めっちゃ、めっちゃいいよって言ってくれるから、ほんと。いいじゃん、それは。何でもいいよって言うんだ。めっちゃいいよって言ってくれる。何でもいいよっていうのはね、ちょっと聞こえが悪いですわね、それはね。何でもいいよって言うけど、何でもいいよは、なんか、聞こえが悪いですよね。うん、心よく受け止めてくれるよね、なんかね。そう、そういうことよね。何でもいい。分かんなくなってきたな。あとエイペックスな、エイペックスの大会出たりとかね、なんかお前いろいろ出すぎじゃねというね、当然の指摘を受けるわけですよ。いやでもこれはね、仕方ないんですよね、仕方ない。僕はまああんま基本断らないんで、なんか大体のことを言われたら、あ、いいっすよって言って、なんかとりあえずスケジュールダブってないかチェックして、あ、この日空いてるんで、じゃあ大丈夫ですっていう感じでとりあえず OK 入れるんですよね。あ、何日、じゃあ大丈夫だよ。あ、何日、あ、大丈夫だよ。あ、何日、あ、大丈夫だよみたいな。
ことやっとくと、やってると、まあ、いつの間にかね、あの空いてない日をどんどん埋めていくから、どんどん空いてない日が減っていって、いつの間にかん？なんか毎日やることないかみたいな半径 20m エメラルドスプラッシュが自分の周りに張り巡らされているではありませんかと、まあ、ちょっと安請け合いおじさんの末路みたいな。で、その後あれですね、ちまちゃんの、残業する人励ます歌枠というのに事前に撮ってた音を、まあ、渡した形 で最後リキちゃん爆発させていい？いいよ。あの TM レボリューションのホットリミットのあの黒いぐるぐるのあれ着させるけどいい？いいよ。全ていいよおじさん登場して二次三次大体全ていいよおじさんしかいないからね